ローレンツ王権・オ権ケンローレンツ・オ権ケンは、ドイツの博物学者、自然哲学者である。バーデン・ビュルテンベルク州のボールズバックに生まれた。生は、オカンハスで後に自ら王権に改めた。フライブルク大学、ビュルツブルク大学で、博物学と医学を学んだ。1802年に、フリードリヒ・シェリングの自然哲学に関する論文。 バーシクト・デ・グランド・リスス・デ・システムズ・デア・ネイチャー・ファロス・サフィ・イム・ガイスト・デア・ネイチャー・ファロス・サフィ・ー・シェリングスを発表し、ドイツの自然哲学の指導者の一人となった。ゲッティンゲン大学の志向師を務めた後、1807年にゲーテの推薦によって、イエナ大学の医学の教授の地位を得た。1817年から1848年まで科学、文化、歴史を扱う雑誌。 イージスを発行した。この雑誌に政治的な批判がされたことによってイージスの発行をやめるか、イエナ大学の教授の辞任を求められ、教授職を辞して、ルドルシュタットでイージスの出版を続けた。1828年に新たに設立されたミュンヘン大学の試行士になり、すぐに教授となった。他の大学に移ることを求められた1832年にドイツを去り、 1833年に中立ヒ大学の博物学の教授となり、没するまでその職にあった。王権の学問的な活動は、シェリングの自然が一つの精神によって統一されているという哲学を受けて、有機界の統一を主張し動物界を一つの大きな有機体と見て、個々の動物はその部分であると返した。最高の動物である人間を反映し、 その他の動物は人間の肺発生の各段階に対応する形態を持つのであると主張した。また、海水の中に原子燃液体が生じ、それが商法と呼んだとなって、すべての生物は雫虫が変容し発展したと主張した。後の細胞説を暗示したとも評価されている。王権は、シェリング学派の自然哲学者の代表であり、1800年前後の 数十年間に、ドイツ自然哲学、またはロマン派の自然探求が盛んであった時代は、近代科学の成立後と実証科学が、確立前の狭間の時代であった。シェリングの自然哲学を、ドイツの科学、薬学を先導したリービッヒは、空虚な抽象物で作られた死せる骸骨であると、告評し、植物学者のシュライデンは、自然科学は自滅したくなければ、 シェリングと彼の哲学を完全に目殺しなければならないと警告を発した。オケンは植物の学名で命名者を示す場合にローレンツオケンを示すのに使われる。新薬、ダンネマン大自然科学史ダンネマン、安田徳太郎出版社、三省堂、復刻版 ISBN43 億85361061、哲学の歴史、加藤勝負七巻。 理性の劇場 A とドイツ自然哲学。松田 11ISBN 9兆7841億2 4百3万5247。ありがとうございます。